江戸時代、毛利五万石の城下町として栄えた調布。武家屋敷の名残、土塀や長屋門など、当時の風情を今に伝えています。明治36年、1903年、調布毛利家第14代藩主、毛利元就によって建てられた調布毛利邸。白壁に囲まれた約1万平方メートルの敷地に、武家屋敷造りの重厚な母屋と、書院庭園や回遊式庭園など3つの庭園が広がります。各部屋の床の間には椿や水仙など季節の花が彩りを添えます。毛利邸は明治天皇の安在所としても使われ、現在もその部屋が残されています。母屋の一室ではお抹茶をいただけます。のんびりとお庭を眺めるのもおつなもの。心が洗われるような静かな空間、ふっと一人になりたいときにぴったりの場所です。